初心道っつう洞窟から今回の旅が始まる。まあちょっとなトラブルあったんだけれども、まあ、やってくわ。敵が現れた。クソみてえな形したやつ出てきたな。クソみてえなやつと口の中に顔があるタイプの新しい敵。バブルを攻撃する。バブルっつうのかこいつ。これは口玉ほう。まあ確かに口の中に玉玉っていうか目玉は入ってるよね。でおばさんもちょっとダメージ取っちゃって。右にあるさメーターみたいなやつはあれ何なんだろうな。硬くねえか。ああ毒おばさんの顔色が悪い。おじさんの出番どうする。怒るぜ。いいね、やっつけて。銃も削られるのか。強くねえ敵。 HP がさ、おばさんの HP やべえわ。毒も食らってるし死なねえかなそろそろ。あーちょっと待って、レベルが多分ねもう何回か戦ったら上がると思うから、この戦闘はちょっと死にそうな状態でやってもらうわ。おばさんにはやべえな、マジで死にそうだな。毒ってこれさ戦闘中に HP 減んないの。あいいね、クリアした。クリアっつうか倒した。22尺演技の幅が広がった。これレベルアップするんじゃない。おーし、二流役者、二流役者、二人とも二流役者になったと。歌舞伎揚げを手に入れた。レベルアップとともに、おお、ステータス、あれだね、HP は回復するんだね。で、でも、あれだ、状態異常までは回復しないから、ここで、ガレチップス。買えばよかったな、ガレチップスとか。で、毒状態を回復して、これで行こうか。ガンガン進んでいこうぜ。宝箱らしきものが見えたけど。またお前らか。まあ楽勝よ。気合の一撃。これ会心の一撃が、あ、バブルでつけたワンパン。いいぞ、もう開幕。会心の一撃をかましていくスタイル。おばさんも心なしかレベル上がったからちょっと強くなってるよね。出演者求むって書いてある。今更なんだけどさ。あのね、これ出演者っていう扱いなんだね。給料のおひねりが飛んできた。さっきの給料だったっけ。22尺演技の幅が広がった。いいね、徐々に強くなっていくこの感じ。 RPG の醍醐味。パワーのトロを見つけた。なんぞパワーのトロって。あー、信号出てきた。亀みたいなやから。亀がなんか背負ってるよね。水亀そういうことか。水亀を背負った亀で、水亀か。ああ、いいな。おじさんすげえ強いな。たったレベル1上がっただけでこんなに形勢逆転できるのか。楽勝じゃないか、これは。一番最初の戦闘ではちょっと苦戦したけれども、それ以降はもう楽勝だわ。レベルゲーだわ。天地創造思い出すね。天地創造もあれ、レベルアップとともに、大幅にステータス変わっちゃうから、パワーのトロ、攻撃力が少し上がる。これ半永久的に上がるのか。力の種的なやつか。ちょっと待ってくれ。装備攻撃21でしょ。これはね、おばさんがもしかしたら途中で離脱する可能性があるから、ドラクエ7のキーファみたいに。だからこれは主人公に使うべきだと思うんだよね。4ポイント上がった。やっぱこれ力の種と同じでしょ。うん、25になってるもんね。ああ、おばさんより11も上。これは勝つ。この最初の洞窟が、おお、いいね。また宝箱。どれぐらい広いのかわかんないんだけどさ、駆け出し役者の剣。これは今、おじさんが装備してるのがこっちで、バンブーマル装備してるおばさんの装備をちょっと変えようか。駆け出し役者の剣。おお、いいね。おばさんも徐々に強くなっていく。いや、最初の町戻って武器、その、何、武器買えるぐらいのお金、250両だっけ、それぐらいまで貯めようかなって思ったんだけど、貯めなくて正解だった。お、敵。よく1体で出てきたな。ワンパンもできないか。さっきはあれ、なんだっけ、あれがあったから、会心の一撃があったから倒せたんだけれども、ワンパンできたんだけど、今回それが出なかったからワンパンもできなかった。しかも、おばさんに至っては攻撃ミスってるし。宝箱を調べた。歌舞伎揚げを見つけた。
これ警戒するとか敵探すにしたら逆に敵出やすいのかな。警戒するにしたらそんなに敵出てこないのかな。その辺の線引きみたいのが分かんないんだけど、あ、なんかあれ微妙に画面の右のやつちょっとずつ動いてない、動いてるような気がするんだけど、あれは何なんだ。21射か演技の幅が広がった。まだレベルは上がらんのかな。左にある宝箱すげえ気になる。調査する歩き方は隠された道がハテナマークになって見つけられず、あ、そういうことなの。いや、隠された道見つかんないんだけど、どういうことだ謎の仕様。調査の仕方が悪いのかな。なんかもうちょっと他のやり方すればうまく見つかるとかあんのかな。敵の回避率が高いね。8両のおひねり、三両役者いいね。おばさんも三両役者。2人とも経験値でレベル上がるタイミングが同じなのかな。あ、こっちか、こうか。警戒数間違えた、鉄血が違う、調査する。あ、こっちか、こう行くのか。あれやってるみたいだね、なんだっけあのゲーム、エストポリス電気2みたいなね。宝箱調べた、不死鳥の羽を見つけた。フェニックスの王のことかな。王ではないけど羽だけどさ、戦闘負の回復するとかじゃない。体力少しで戦闘負の回復は全くもってその通りだった。でも復活ドリンク、マリオ RPG の復活ドリンクと比べたらちょっとコスパが良くないよね。で、亀2体左手を突き出して覚えてやがれ。いや、逃げるんだ。捨てゼリフ吐いて逃げてったけど、1体だとやっぱもらえる量と尺が少ないよね。この辺は何もないか。基本的にダンジョンの中入ったらこの調査するのままでいいかな。警戒するだったら敵が出てきにくいのか、で敵を探すにしたら敵とエンカウントしやすくなるみたいな、そういう感じなのかな。もうちょっとなんか、なんだろうな、チュートリアル的なものがあればよかったんだけどさ、何も知らない状態でやってるからな。悪い状態が治った、健康にしてくれるお地蔵さんだよねこれね。で、またこの組み合わせか。眉毛太いよな、このクソみたいなやつ。で、バブルやっつけて、 HP もね、そんな心配するほどでもない。まあ、歌舞伎揚げとか食べなきゃいけないかなと思ったんだけれども、レベル上がると同時に HP も回復してくれる仕様だからさ、そんなに気にしなくていいよ。クインテッド三部作と同じような仕様で進んでくれるね、今回のRPG は。で、キャラがさ、戦闘始まる瞬間ってさ、その出演者もともの部分がひっくり返りながら出てくるみたいだから凝ってるよね。これ最大仲間5人パーティーでラスボス倒しに行くとか、ラスボス倒しに行くっていうか、その何、後半、まあ、5人パーティーでやれるのかな。5マスあるよね。5マスっていうか5枠。100両のお金、おー、いいぞ。お金今、いくらぐらい持ってんの ?224。あー、今の100両手に入れても224か。そんなもんか。ちょいちょい立ち止まりながら行った方がいいかもしんないよな。じゃないと、ハテナの道を見逃してしまうっていうのがよくあると思う。いつも。このフィールドではもうちょっと足、速くしてもいいんじゃないか。すごく早い。だって何もないでしょ、この状態だったら。海に何かあるとかそういうわけでもないでしょ。画面のさ、右どうなってんだよ。ここは何？あ、うん、何？あ、雨降ってきたんだけど。あ、天気とかそういう概念もあんのか。画面の右端の部分がさ、壁になってるけど、これだ、囲まれてんのかな、この大陸で。敵持ってきた。何こいつ、骸骨かむり、スライムつむり的なやつか。完全にこれスライムつむり意識してるだろ。このかむりは何、スライムなのかな。4両のおひねり、10尺演技が広がった。
もう1か2レベルぐらい今回のパートで上げられたらいいんだけれども、あーいっぱい出てきたね。4体か、骸骨神から行こうか。多分一番最弱なのがうろつきゾウリってやつだと思うから、うん、こいつでもワンパンできるかな。ああいいねいいね、おばさんでもワンパンできるようになってる。んでこいつちょっと待って、フリーズすんだ。ちょっとずつ右に行ってるよな。右ってか上に行ってない？あれが、あのメーターみたいな20両のお姫が飛んできた。おお、お金がいっぱい入ってきた。あの右のメーターが何なのかすげえ気になるんだけどさ、さっき下から2段目ぐらいまでしか行ってなかったのに今3段目ぐらいまで行ってたよね。外では調査するにしてもあまり意味がないぞ。あ、意味ないんだ。警戒するの方がいいのかな。これだと敵が出てきにくいとかそういう感じなのかな。うんうん、うん、あ、ただ敵が出てきただけか。何事かと思った。この楽勝ね、この辺は進めるでしょ。やっぱあれだな、命中率悪いな。で、水亀の方 HP もな、全然減る気配がないからな。しばらく装備品とかも何も買わなくても大丈夫かな。外のフィールドマップだと、あの右のやつが3メモリぐらいの状態なのかな、常に。ああ、そういうわけでもないのか、今下から2段目だもんな。あれが一番上まで行ったらなんか、絶好調になって、無限に歌が歌えるみたいなさ、MP を一切使わず歌が歌えるみたいな、そういう感じになったりすんのかな。よくわかんないんだけれども、村がある。これがなんだか言ってた、もう一個の泣きどころの町みたいなやつか。泣きどころの町に行って何をしたらいいか、もはや覚えてないんだけど。まあ、この辺の覚えてるから、逃げた逃げた。一体逃げて、こいつは逃げないわ。勇敢だ。勇敢なやつにしよう。十尺の演技の幅を広げて、竹林は竹林で、敵出てくるんだろうな。で、橋越えた先にも何かしら強い敵が出てくる、ドラクエ的な感じだと思うんだけれども、まあ普通に無難に村の中入って大丈夫なんじゃないか。あんまこの辺うろついてもなって感じだしな。橋渡ったら橋渡ってで、キラーリカントとか強い敵が出てくる可能性があるから、むやみに喧嘩売んない方がいいわ。もう町行こう、町、泣きどころ町。弁慶的な名前の町だな。え、ダフ屋。え、兄ちゃん兄ちゃん、今売り出し中の7割500社弁慶の新作後編チケット S 席ペアで150両買わんかね。絶対 やめた方がいいだろうこれ。あ、ちょっと待って、これもしかしてさ、弁慶ってやつ仲間になるんじゃないか。7割500社でしょ。俺今3両500社だからかなり強いんじゃないの。いや、いいわ別に。ここでは手に入らないけど買うかい。これは上等区だよな。いいえ、残念だな。芝居見ないと先に進めないんだけど。まあいいや、一言だし、じゃあな。え？俺やらかしたか？やらかしたかもしんない。ポストがある。だってよ、値段高いじゃん。値段、俺今、お金いくら持ったっけ？弁慶の芝居は本当につまらないよ。どれだけつまらないか一度見てみるといいよ。芝居小屋に行ってごらん。ちょうど芝居をやってるはずだよ。あ、やっぱ、そうだよね。タダで見させてもらえるやつでしょ、きっと。じゃあ、鼻の近くが買える。この世界は7個の星が1本のパイプでつなげられてできているんだ。だから他の星に行くには星間移動用の船が必要なんだ。星間飛行か。マクロス的なゲームなのこれ。そう考えると胸熱だね。え、ちょっと待って、これ今、あ、え、あ、裏通れるんだびっくりした、俺今貫通したかと思ったわ。この緑神のお前は、ジョの山、魔の山だなこれ。ジョって読みたくなるけど、魔の山に行ったことある？あの山は歩いても歩いても中に入れないんだって。ああ、無限回廊的な感じか。走んなきゃいけないんじゃない？走れば中に入れるとかそういう仕様なんじゃない？神月の助の、なんちゅう名前だよこれ。神月の助の屋敷には俺たちのような町人は入れないんだ。でもあの屋敷には抜け穴があるんだぜ。はあ。光月の助様のお屋敷。うわ、町人も入れないけど抜け穴がある。裏手になんかこれやればいいんじゃない。これやればどっか入れるとこ
ないか、ないか、ないか。え、絶対これ関係してると思ったんだけど、ねえな、お前は鎧みたいの着てないこいつ。え、北にある間抜けの森は大江に逆らった愚か者が入られる恐ろしいところさ。お前も森に入れられたくなかったら天才様に逆らうようなバカな真似をするなよ。謎の忠告を得たけど、大江のひどいやり方には私たちも困り果ててるんですよ。いや入れねえわ、俺も一般市民だから無理なのか。ちょっと諦めて防御屋から順番に店の中荒らしていくか。おいっす。これが今装備してるやつでしょ。170両か。いやーでも買わなくても大丈夫か。そこまで死にそうになってるわけでもないしな。あれ手に入んのかな、毒消し層的なやつ手に入んのか、それとも毒消し的な呪文みたいのを覚えてくれればいいんだけど、アイテムの消費がさ増えそうだよねこの後。いや鎧1個買っとくか。1個だけ鎧買っといてもいいか。ちょっとおばさん用に鎧買っとくか。大部屋の衣決定。いい、これこのままお店の中で装備できたらありがたいんだけれども、さすがにそこまでは良くないか。そこまで設備が整ってるゲームではないかこれは。でもうみんなこの辺のやつらは話しかけたよな。一応道具屋の中に入ってどういうアイテムのラインナップなのかは見てもあんまり何とも言えない。弁慶の歌芝居チケット、え、これ20両じゃん、クソ安いっしょ。あっぶねえ、アイスから買わなくてよかった。なんかここでしか買えないぜみたいなこと言ってたけど、これ何、ラジオ体操。ネーミングセンスいいな、これ。ガリチップスはそうじゃないけど、歌舞伎揚げは実際にあるお菓子だよね。このラジオ体操っていいね。清姫草もこれなんかかけてんのかな。でもこのラジオ体操っていいな、これ。ハンドルネーム。ラジオのペンネームとかそういうので、ね、こういうラジオ体操さんみたいなさ、こういうのありそうだよね。これはなかなかいいよ。この言葉の響きなんか他にもあるんだろうけど、ちょっと思いつかねえな、こういう言い回し。なんかねえかな。ねえわ。んで、宿屋。一応行って、おいくら ?10 両か。いや、いいわ。で、セーブも、しなくていいか、まだ。弁慶さんってすっごく真面目で律儀な人なの。決して悪い人じゃないんだけど、ただ弁慶さんの条約は、光月の助ってのはとんでもないやつなのよ。よくわからんな。おじさんさん、あんたの手配書がこの泣きどころ町にも出回ってるよ。役人2年を見つかったと大変だ。早くこの町を出た方がいいよ。助言。チンゴロ、お前も移動してきたのか。派手にモンスターを倒しているようだな。どうだ、少しは父の気持ちも分かるようになったか。まだか。まあ、俺何も言ってないんだけど。まあ、役人には気をつけることだ。ところで、この町でやってる弁慶の芝居は見ておいた方がいいぞ。きっとお前のためになるだろう。チケット持ってないと入れないよ。まあ、チケット道具屋で買えば、入れるでしょ、こんなか。多分、調査してもね、裏口から入れたりとかはしないんだよね。多分、裏口らしきものが、ないから、そうだよね。このお地蔵さんあるけど、ここは何？え？なんかお地蔵さんが、お地蔵さんの仮面かぶってるやついいんだけど、この奥にある周り舞台を使えば、あんたが今までに行ったことのある町や村へすぐに行けるんだ。あ、転送的な？大江戸ツーリスト的なやつか。おー、今いる地域が、出雲の地域で、花町と泣きどころ町があって、これもうネタバレになってるけど大丈夫なのか。大江戸って一番最初のオープニングのデモ画面みたいなやつでも出てたけどさ、この大江戸が、あれだよね、きっと、ラスダン的なやつでしょ。これ北海道とこれ青森でしょ。アバってどこだっけ？今日はこれ京都でしょ。出雲が、あそこでしょ。出雲大社の島根県とかその辺でしょ。アバって、淡路島ある、あの辺か。四国あたりか。火の国っていうのは九州かな。わかんないんだけど、まあいいや、もうとりあえず今別に移動する必要性ないから、特に何もなし。一
応セービングしとっか。で、セービング完了して、チケット買って中に入ろうか。どこだっけ、道具屋で買えるんだっけ。あのダフ屋にかまられなくてよかったわ。あれ買ってたらさ、おばさんに鎧装備させられてなかったよね。いや、危うい危うい。危ないところだった。はいはい、いらっしゃいませ。チケット見せた瞬間、すごい態度変わるよね、こいつ。あー、なんかやってんな、宝物庫。これもいずれ最後の鍵手に入れたら、なんか見れるでしょ。ちょっと待って、なんか見覚えのやつある。なんだっけ、あの緑色の髪のやつで。なんだっけ、坂倉屋だっけ、なんかそんな名前の、カンタロウだっけ。なんかそんな名前のやつだよな、あれ。あの髪は多分そうだわ。なんかどこの劇場も病院の待合室みたいなこの部屋はあるんだね。観葉植物が3つあって、青いソファーが2つあってさ、もう勝手に動いてる。ゆっくりそろりそろりと歩いてた。いや、ほんとせわしないやつだな。足踏みやめろって。また足踏みしてんな。なんだかさ、ほんとうるさいわね、男のくせに。小さいこと気にすんじゃないわよ。それは若ちこ若ちこ。ほら、芝居が始まるわよ。相変わらず幕はな、幕が左から右に行っちゃう感じ。消えたー、しけてーいいじゃねーか、付き合いよ、姉ちゃん。誰か、助けてー。お尻触ってる。待て待て待て、カンタロウ、誰か来たな。あ、あなた、て、天才様、ひえ、お助け。わたわたしてんだ。おお、痛そう。鈍い音が鳴ったけど。危ないところを助けていただきありがとうございました、天才様。痴漢を撃退したのか。うんうん、誰こいつ。弁慶。あ、こいつ弁慶なんだ。オープニング画面の左側にいたよね。弁慶とおじさんとおばさんがオープニング画面でいたよ。はぁ、3人目の仲間だ。ドラクエ6でいう発散的なポジションなんだろうな、きっとな。どんな声でやろう。うぅ、素晴らしき我らの将軍、天才様。我らの誇り、天才様。やべ、喉ぶっ壊れるわ。つまらねえ。これって天才をよいしょする芝居じゃねえか。最低。中身は全くの大江の宣伝芝居じゃない。これ、大江を呼び捨てにするとは何事でござる。ベラバおめえ、こんなに窮屈な世の中にした犯人は天才だろうが、みんな心の中じゃ呼び捨てにしてるぜ。どんなに悪くても、お上が上、言葉を慎むでござる。へえ、悪いと思ってるんだ、あんたも。答えられぬ。でも少しは思ってるんだろ。少しくらいは、などとは言えるでござる。おじさん、この人結構いいやつかもね。仲間にしちゃわない。あ、天才軍だ。一体どうしてって言うんだ。あ、そこにいるのはお尋ね者のおじさんたちだ。巻き添えを食わないうちに逃げなきゃ。誰もいなくなってんな。逃げんの早くねえか、客。貴様がおじさんか。モンスターを殺した罪により、おとなしくお縄を頂戴しろ。バカ言ってんじゃねえ。てめえらのおかげで町の外はモンスターだらけじゃねえか。こちら何にも悪いことはしてねえぞ。こいつ、話しやがれ。話せってんだよ。このままおとなしく捕まる方が良いでござるぞ。てやんねえ。くだらぬ規則を守るほど俺はバカじゃねえ。兵士の数が多すぎる。連れの娘さんがどうなっても良いでござるか。くわぁ、ピヨピヨしてる。おじさん、弁慶でかした。よくぞこの者を捕らえた。
それともこやつらをマヌケの森に連れて行け。もう拉致されてどっか連行されたわ。このマヌケの森は一度入ったら二度と出られない魔の森。大いに逆らった罰だ。さあ死ぬまでさまようがよい。檻みたいになってんね。捕まっちゃったね。でも私のことなんて気にしないで戦うかと思ったわ。おばさんはか弱い女の子じゃねえから初めから戦うつもりで言ったさ。うん、そう。またぶん投げられるだろ、こんなこと言ってたら。それにしてもあの弁慶とかいうやつ力は半端じゃなかったな。七流役者だからね、それは強いよ。これこのダンジョンでこの能力すごい役に立つんじゃないか。どっか抜け穴的なのをさ見つけられるんじゃない。あ、お地蔵さんがある。あーバトル。うわガップリンみたいなやつ出てきたな。これ左の口みたいなやつも何これ。口車奇襲、奇襲みかん。これみかんなんだ。奇襲ってさ、あーもうダメだ、俺もう日本地理ガバガバすぎてわかんねえや。あーまあ口車攻撃していくか。ワンパンでは倒せない。ちょっとダメージ痛いかな。みかんの方がダメージ強いな。しかもだっておばさんにいい防具装備させてやってさダメージ食らってるんだもん。いやでもいい防具装備させてもまだ防御力自体おじさんの方が強いから、おじさんもあれだね、ダメージ食らった時に嫌そうな顔してるよね。ちょっと渋い顔してるよね。あー毒やべえ。ビジュアル系バンドだ。完全にビジュアル系バンドのみたいになってる。おひねりが飛んできた。これ毒ってさ歩いたらダメージ食らうのかな。毒の仕様がよくわかんないんだけど。今 HP いくつ。180。あれダメージ食らわんのか。あー食らった。今ちょっとズクシッて音鳴ったよな。2食らってるわ。あーで道具でも回復できないもんな。今体力回復させるやつと一回死んでから不死鳥の羽で生き返らせるとかしかないもんな。買えばよかったかな。あーこの辺の戦闘用品もな何も使ってないからよくわかんないんだよな。これ状態異常回復してくれるんだっけこいつ。あー毒治ってるね。いいねいいね。ありがたいありがたい。もう一回ちょっとセーブしておこうか。旅をここでやめるならこのままスイッチを切るんじゃ。いやまだ続けるぜ。なんかいるな、真ん中で遊んでるやついるな。でガップリンたちまた出てきやがった。ガップリンがさっき毒食らわしてきたんだっけ。こいつ先に倒した方がいいな。誰が毒攻撃してきたかよく覚えてないんだけれども、奇襲ミカンとりあえず倒しいの。毒治す方法ってさないのか。キアリー的なものとか毒消し草とかさ、お箱、あ奮い立たせる。これ何使ってみるか。あこいつか毒。いや、ちょっと奮い立たせた時の効果全然読んでなかったんだけど、あ毒のダメージ普通に食らってるね。みんなもう一頑張りを。 MP って今使ったのか。 MP を使ったのかすらもちょっと よくわかんない。おお四流役者、おばさんも四流役者。毒はだと良くないな。これさ、作曲できないもんな。戦闘能を回復できるかも。奮い立たせる、そういう効果なのか。他になんかないの。いまいちわからんな。これでステータス入れて、おばさんも90あるから、 MP90 あるってことは特にあれなのか。さっきお箱使ったけど勢力は別になくなってはいないよね。歌唱力18、14、精神力が14。おじさん足速いな。倍ぐらいあるじゃん。2人ともあと405尺で、まあ回避率、命中率、あでもおじさんでも 48% なんだ。低いな。もうちょっとさ、なんか、どうにかなんないかな。せめてポケモンのさ、吹雪と同じぐらいの命中率になってほしいんだけど、これはだってハサミエロチンとかと比べても遜色ないでしょ。特におばさんの方の
命中率がこの低さだったらさ、まあ、ゆくゆくはもうラスナー付近になったらスピードスターと同じぐらいの必中攻撃ができるぐらいの命中率になってると思うんだけれども、まあ、まだ分からんよな、この先どうなってんのかは。パート数もさ、どんぐらいなんだろうな、今回のやつは。あー、なにこのリンゴ。こいつの名前をちょっと予測しようか。何リンゴだろう。そもそもリンゴじゃないかもしれないけど、みかんかな。欧州リンゴか。あー、でもあんま欧州感がないな。リンゴからさ、直接手生えてるじゃん。なんかデジモンにこんなデザインのやつ、豆もんだっけ。あんな感じのデザインのやついたよね。特に怯えることもなく戦闘をこなして、この森を出たければ地雷屋というものについて調べる。じゃあ地雷屋って何ぞ。てか普通に人もいるもんな、この中に。え、敵が現れた。まあ、奇襲みたいな、普通にボコって。でも1体で出てきたらもう楽勝だよな。6両のお姫が飛んできた。20尺演技の幅が広がって、こいつ何してんの、こんなところで。お前もなんか悪いことやってここに閉じ込められたのか。僕は地雷屋兄ちゃんの意地の子分なんだ。え、どんな兄ちゃんだったかって。とても優しかったんだけど、行け行けと言えば左へ行っちゃうひねくれ者だったよ。その地雷屋を誘導してどっかで連れてくとかなんじゃない。え、地雷屋という盗っ人のことはこの森を出たただ一人の男で知らんやつはいないずら。あー、有力者なのか。わしはここに10年もいるベテランじゃ、いいこと教えてやろうって。こいつぬらりきょんでしょ。この森のどっかに地雷屋のメモがあるらしいんじゃ。メモさえあればこの森を出られるかもしれんぞ。これ後ろからお地蔵さんに話しかけてセーブとかできんのかなっていうのを今確かめたかったんだけど、まあ欧州リンゴの邪魔が入ったと。で、会心の邪気でワンパンして歌舞伎揚げを